さあ今回のギフトともにですが、はい、夏休み企画ゲーフラを作ってみよう。おはい、ということで、はい、右も左も分かりませんがゲーフラを作っていきたいと思います。はい、ね、はい、これを見ている小学生の皆さん、うん、学生の皆さん、うん、夏休みの、自由課題ゲーフラを作って提出しましょう。はい、今更ですけどね、はい、じゃあまず使う材料をご紹介したいなと思います。これが推奨されてるかどうかわかんないんですけど、はい、布です。です。はい。ちょっと薄い。まあまあまあ。あの小ぶりなやつにします。はい。75×45cm なので本当にまあ こんなもん。まあコンパクトな感じになるかなとは思いますけれども、はい。ここにもう思い思いね届けたい気持ちを全面的に、うん。出していこうと思います。はい、はい、僕らなりにね、うん、書いていきたいなと思いますけれども、はい、そして突っ張り棒でこうします、うん、まあこうですね。そう、こうします。ゲーフラといえばという感じですけれども、うん、突っ張り棒じゃなくてもいいかなと思ったんですけど、なんかあの もしちょっとこう写真撮るときとか高く上げたいって時になんか伸び縮みできた方がいいかなとかって思ったんで、うんうん、そう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 、結構調べてみたりしました、うん、あと上とパレット、これが使い捨てなんですよ、パレットが、うん、なんで掃除が楽だと思います。あのダイソーへ行ってください。ダイソーへ行きましょう。全部ダイソーで揃えた、ね、あ、全部ダイソーです、はいはい、絵の具なんですけど、うん、いっぱいカラフルにしようかなと思ったんですけど、色決めるのにめっちゃ時間かかりそうだなと思ったんで、アクリル絵の具を3種類、白と黒、そして白を混ぜてピンクにしたいので赤、うん、ピンクがなかった、うん、そしてもちろん緑ということで、はい、こんな感じで、ね、作っていきたいと思います、はい、作っていきたいなと思います。さあということで、はい、ここをこう端切れなんで端っこをね、あのこうほつれが出てこないように、あのもう今回は簡単に手芸用のボンドで留めちゃって、もうすぐ乾いたらもう OK みたいなやつにやっていこうと思います。はい、ということでまずこう、うん、いいんじゃないですか。はいはい、これもう一個作ります。で、あの書くときはちょうどここなんかいい感じに折り目があるから、こっからこうすればいいんじゃないですか。うん、そしたらだってこれがこういい感じでしょ。うん、はい、じゃあこれ同じ感じでやってみようかな。お、やってみます。うん、じゃあ頑張ってやってみて。はい、はい、ということで端っこ止めたんで、はいはい、多分いい感じだと思います。うん、本当は縫っといた方がよりいいかもしれないけど、後々こう、うん、崩れてこないかもしれないですけどね。はい、まああの今回はもう誰でもできるっていうのをコンセプトにやっていこうと思うんで、うん、まあ初なんでね、初なんでね、うん、はい、これはまたこう後々改良して、うん、最高傑作ができる日が来るかもしれませんけれども、はい、下書きとかどうします。ああ下書きしようか。下書きしますか。やっぱ東京っていう場所から応援してるっていうのがあるんで、うん、どこにいても、はい、思いを一つということで、思いを一つで書きたいと思います。おー、かっこいいですね。まあどこにいてもみたいな、ちょっとチラッと書きます。そんな感じの熱いメッセージ送りたいなと思います。私は岐阜箱推しなので、うん、みんなに向けたメッセージ を書いて気持ちを高めていってもらえればなと思います。はいはいはい、ちょっとね、あのどんな感じになるか、何を書いたかっていうのは浮かび上がってからのお楽しみということで、何にも見えてない、何にも見えてないと思うんで、はい、じゃあもうどんどんやっていきましょうか。いきましょうかね。はい、よっしゃ。はい、どれ使います。一本ずつしかないんで申し訳ないんですけど、でも太い方がいいかもな、この場合は。文字が多分強調されるからいいかな。じゃあ一番でかいのを貸します。イエス。何の色で描くかなんですけれども、背景を緑にするか文字を緑にするかみたいな。うーん、
まあ、塗るときは薄めの色からっていう感じなので、黒を使った場合は一番最後がいいと思うんですけど。なるほど。うん。でもやっぱ緑バックで白文字の方が濃いか、うん、なるほど。布を今回は自由に描けるように白っぽいのにしたんですけど、最初から緑の布を買うとかでもいいかもしれないね。確かに久々に絵の具とか使いますね。うん、無事色が乗るでしょうか。乗るでしょうか。そこもちょっと心配なんですけど、とりあえずさ、文字の周りにしようかな。ああ、いいんじゃない。とりあえず囲ってみるみたいな。うんうん。あ、意外とちゃんと、あ、発色しますね。じゃあ私も行きます。なんか全面塗るとなるとクソ時間かかりそうなんだけど。ちょっとデザイン変更しようかな。もういいんじゃない別に。これ今ちょうどどこにいてものところの下に線引けたから、うん、下線、ああ下線にしようかな。これはクソ時間かかるぞ。確かにやってみるとそうかも。うん、そうしてみるわ。うん、まあ、だからこの生地のあのまあ下地ベースで FC ギフっぽいデザインをちょっと作ってみようっていうことですね。そう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 、それがいいと思います。クソ時間かかっちゃった。はい、限られてるんで時間もね。ちょっとこうかすり目にしてもらって、夏休み最終日だということを考えたらね、そうですね、そんなに時間をかけられないということですね。そして始業式に向かうのは辛いんで、はい、はい、はい、ということで、完成しました。こちらです。おー、どこにいても思いは一つと。おー、なるほど。使っていただきました。かっこいい、ね、かっこいいね。超かっこいい結果だった。僕らね、東京に住んでますし、なかなかね、現地に行けないですけれども、うん、どこにいても、うんうん、東京にいても、うん、岐阜にいても、アウェイの地でもね、うん、はい、思いは一つ、優勝、昇格、それだけですからね、うん、はい、そういう意味を込めて書かせていただきました。この緑のね、線が流れてる感じとかが ね、かっこいい。いいですよね。いいよね。力強い文字です。うん、よかったよかった。はい、ね。かっこいい。掲げたい。しゃー。さあ、そして、はい、できました。私が作ったゲームがこちらです。じゃん。お。すごい。いいね。はい、もう。完全に、もう私らしさっていうか、うん、ライブに行く時のね、うちわみたいな。そうです、あの、そういううちわをイメージして作りました。ボールと揺らして点を取ってくださることが何よりのファンサービスだと思ってるので、もう、FC岐阜の選手たち、ゴールネットを揺らしてお願いするゲームを作らせていただきました。はい、ちょっと可愛いんじゃないでしょうか。うん、可愛いらしいですね。これをやりたいがために白と赤を買ってきました。なるほど、はい、いいですね。これをね、現地で掲げて指さしてもらいたいなと思います。, 笑ってもらいたい。あ、はい、しっかりメッセージが伝わりますね、これ。うん、はい、ということで、はい、まあ、無事ね、何やかんや、うん、書くことはできたと、うん、いうことで、あ、本当はあのボールとかつけて完成なんですけど、まあ、今日ここまでということでね、間違いなくしました。感じで見せやすく、ということでね、まあ、現地で掲げられる日をもう少し待ちたいなと思いますけれどもね。はい、はい、まあ、僕らあの現地にね、あの今行けないんで。そうですね。でも、まあ、せっかく作ったんで、これを掲げてくださる方いらっしゃいましたら、いらっしゃいましたら、ご連絡ください。各デザイン1名様限定になるんですけど、はい、お送りさせていただいて、代わりに僕らの代わりに掲げていただきたいなと思っておりますので、なるほど、はい、希望する方をですね、はい、どうしようかな。フルマッチプロジェクトのツイッターのページ、まあ、問い合わせできるところを載せておきますので、そちらにあのご一報ください。ポ、はい、ールもついた状態で渡しますので、無事にできたんで、はい、
みんなも作ってみてね。おうん、はい、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったね。こういうのいいね。いいね。